はい、こんにちは、もてや日常です。今回はラシャ好きの皆さんお待たせしました。ラシャをもっと教えますということで、初心者の方からクロートの方まで見れるような動画になっていると思います。で、初心者の方なんかは結構こうラシャの品種選びに迷ったり、そもそもラシャの楽しみ方が、どうやって楽しむのかっていうところを解説してます。で、クロートの方は、クロートの方が見れば結構珍しい品種、が、映してますので、お、あの品種だみたいな、あの珍しい品種だみたいなのがありますので、ぜひご覧いただければと思います。ではどうぞ。はい、ということでやってまいりました、ラシャの世界へようこそということで、ラシャ系統っていうのは、ちっちゃいやつですね、コバみたいな小さい葉の系統をラシャ系統と呼んでます。でですね、まあ、ラシャ系統って何が面白いのか、このおもとのラシャ系統をやってるっていう人は何を楽しんでるのかっていうと、結論から言うとこの、白いところ、はい、このハゲを楽しんでいます。はい、これ斑じゃないんですよ、はい、表やってない方はこれ斑じゃないんです、シワなんですよ。なんで葉っぱの裏は真っ青なんですよね。これが表特有のハゲってやつですね。はい、このハゲをどこまで出せるかみたいなのが、ラシャ系統の面白さで、どうやったらじゃあ出てくるのかっていうと、もう簡単に年を取れば人間のシワと一緒で増えていきます。なので、この木も来年真ん中から今もうちょっと見えてる葉がいますけど、この葉は今この見えてる一番上のこの2枚の葉よりももっと白い葉っぱを出します。なので、ここにあるどの木もそれを、年月をかけて、どこまでシワを増やしてどこまで葉姿をきれいにとかでできるかっていうのがラシャの面白いところです。で、まあ、これがラシャの楽しみ方なんですけど、まあ、それは一旦ちょっと置いといて種類を紹介したいと思います。で、今こうやって写ってるものを見て全部同じに見えるっていう方、安心してください。私も、最初同じに見えてました。で、特に、まあこれとこれとか、これとこれとか、皆さん違い分かりますか？あ、すいません、ピントが合わないんですけど、はい、分かりませんよね。で、安心してください。これも、似ている品種って言われます。ですので、そんなみんな一緒です。で、大きくじゃあ種類分けていきますので、まあ、この縦に並んでるのがちょっとした種類分けなんですけど、まず今見したこの列、この列のは葉っぱが広いやつ、丸いやつとかこう丸いですよね。で、葉幅があるっていう種類、結構これがまあなんでしょうね、人気の種類です。可愛らしいですもんね、愛嬌があるっていうか、こういう丸いのがまあ一番人気かな。で、次で、この隣この子ですね、はい、こういう子、はい、こういう子はどういう種類かというと、ラシャ系統の中でもめちゃくちゃちっちゃいやつなんで、これと比べたら結構大きさに違いがあるのがわかるでしょうか。はい、で、その隣、はい、これは細いやつ、葉っぱが細いやつです。はい、細いですよね、やっぱりこういうのと比べると、はい、こんな風に細い種類です。はい、あとはこれも細いんですがちょっと葉が長いやつ、はい、これもそうです、ちょっと長いですよね、こっちと比べると、はい、とか、あとはでかいやつ、はい、これもちょっと大きく見えますけどラシャ系統、つまり大型ラシャっていうんですね、はい、とか、まあ、これおなじみ獅子系統のラシャ、私がよく YouTube とかで紹介している
くるくる巻くやつの獅子系統のラシャなんで、ちっちゃい羽が巻く種類もあります。はい、でまあ大まかに言うとこんな感じです。はい、で、じゃあラシャどうやって最初選ぼうかなとか、どの種類がいいのかなって考えた時に、この動画とか見てる方は今見した中でどういう葉っぱが好きかっていうのを、自分で好みを見つけるといいと思います。それは、業者さんとかがこれがいいよっていうことはないです。なんで、自分の好みを見つけてみてください。なのでこういうもうちっちゃくて可愛いやつがいい方だったら、その品種がたくさんあります。なのでその筋を狙って買っていくといいと思います。これとかもそうです。これちょっとステップアップしていってるんですが、こういう葉っぱが丸いやつがいい方は、例えばこのランザンっていう木から始めて、次ちょっと目標で、値段高いマイコっていう木になって、将来的にこの一番奥タイラクっていう木を買おうとかっていう、こう筋があります。どの品種にもこれとかも、はい、これがあったり、次はなんかこれこの似てるもうちょっといいやつがあったりしますので、自分の好みの種類っていうのが見つかればすぐ、お元の種類っていうのは覚えていきます。別にこれが好き、この系統が好きな人は別にこっち覚えなくてもいいんで、この好きなやつだけ覚えればいいです。で、はい、これがまあ選び方とか、大まかな種類ですね。はい、で、ここから、もっとちょっと難しい話になるので、一旦休憩してもらっても大丈夫です。はい、ちょっとややこしい話になります。で、お元行くと、お元屋さんとか行くときに、必ずこうお客さんが迷ったりするのが、同じ名前がついてるものがあって全然違う感じになってるのがあります。今出したこの2種類、はい、これ同じ名前です。力和っていう品種なんですけど、これ同じ名前なんですけど、ちょっとこっちが真っ青で、なんかこっちがこういうちょっと白っぽくなってるっていうのが分かりますかね。これが、ラシャで、ラシャ系統で結構重要で、同じ名前でも青のものとこれ覆輪って言って、この縁取り葉っぱのこの覆輪、覆輪じゃねえか、この葉っぱの縁取り、この縁取り覆輪って言うんですけど、これがあるものっていうのがあります。でどう違うかというと、この青って言われるものはさっきの一番最初に紹介したシワが出てもシワが白くならないんですよ、こんな風に。けどシワが出てるのは分かりますでしょうか。はい、なんで青のものはこのシワは出るけど白くならない。でどういうのが白くなるかというと、この覆輪縁取りを持ってるものだけがこの葉っぱがこんな風に白くなります。なので上にあるやつら、こういう人気品種とかっていうのは全部覆輪を持っている品種ですね。はい、なんで、これとこれだったらこっちの方が高いですし、この力和って品種ってやると、この覆輪持ってるものが、力和な、一番いい力和というか、まあ、力和といえばこれだよねっていうのは覆輪が持ってるものになります。はい、でまたその話からいくと、例えばこんな風に、はい、この木風紀蓮っていう木なんですけど、この木見てもらうと、この縁取り、さっき言った覆輪があるのが分かりますかね。はい、この覆輪を持ってても葉芸が出ない木もあるんですね。なのでこういう木は覆輪だけ出て葉芸が出ないやつ、こういう木もあります。で奥のは覆輪も持ってて葉芸が出る、なので高いとか、なので品種登録とか大会で
なんかいいところ行くとかっていうのがあります。なので、覆輪プラスハゲっていうのが、まあ、ラシャの基本ですね。はい、ですが、この木とかも、あとはよくうちから買う人がいるこのフクスズメっていう木ですね。はい、この木とかも見てわかる通り、覆輪があってハゲがないものっていうのは値段が安いです。ですけど、見た目は綺麗です。なのでおもと縁起物とかに送りたかったり、引っ越しおもととかで送りたい方は、こういう覆輪があってハゲがないやつを、狙うと、お買い得で綺麗なものが見つけられます。はい、ということでどうだったでしょうか。ラシャのラシャ教えますということで、ちょっと分かりづらいラシャの世界っていうのはちょっと分かってもらえたかなと思います。どうでしょう。で、信じられませんよね。こうやってなんかこうやって青いやつ、こんなのが、これ舞妓って書いてあるんですけど見えますかね。こんなのが、はい、こんな風になる。信じられませんけど、そこが面白いとこなんですよね。はい、だってこれが、けどこれ見たらわかると思うんですけど、はい、これちょうど白くなり始めたとこです。はい、こういう青いのからこうやってちょっと白くなって、これまだ3歳ぐらい、ちょっと青年ぐらいになってきて、大人になるとこうなる。はい、こういう流れですね。はい、こんな風に育っていきます。はい、これが、楽しいところですね。で、毎年変わるので見飽きないです。もうなんかここまで来たら完成とかじゃなくて、もうこれより白い葉が出たり、なんかもうすっごい50歳ぐらいの木とかになると、このシワがすごい、なんかなんて言うんでしょうね、もう深みがあるシワになってくるんですよ。なんでそのもう50歳ぐらいにしか、出せないようなハゲとかもあったりしますので、そういう飽きない世界っていうのが、面白いところの一つだと思います。はい、こんな感じで今回の動画おしまいになります。はい、久しぶりのラシャの動画どうだったでしょうか。ぜひ良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。